界の感情が、感情の流れが強くなるということが言われてる。それから、大丈夫大丈夫大丈夫、帰らないから、帰らないから見てていいから。大丈夫大丈夫大丈夫、帰らないから、帰らないから、いてくれるから。もう見るとも面白いけど、感じの流れよくするって言ってますね。今日で薬出ます？出ます。本当。じゃあ、セイムでウルス。そうそうそう。ウルスを、6.5 かける10。50だったね。お話ししてるだけだから。大丈夫大丈夫大丈夫、帰らない帰らない帰らないよ、大丈夫大丈夫大丈夫だから。ただね、深刻なのはもう一桁上がってきます。まあでも決して低くはないんでね。でこれはまあ肝細胞の働きのためですけど、今言ったら肝汁の流れを、肝汁っていうのはね、ここだね、傷があるとこね、そこから管があって、そこから管があって、そこから管が12週に出て、胃から食べ物が来たら、最初に脂肪を消化するのを出す。膵臓からも消化酵素が出て、膵臓からも消化酵素で、胆汁で脂肪の消化を出す。で、次、リパーゼ。高い。これは膵臓です。だから、まあ、で、だから、待って。そうか。これ、ね、もしね、お腹痛いと吐くとか下痢するとかね、食べないとかね、そういった症状がもしこの先でできるようだったら、食べ物をちょっと食べ物に変えるかもしれない。いや、膵臓の、まだ何も症状出てないから、ね、大丈夫だ。これ、感度そんな高い検査じゃないんでね、リッパーで。感度 60% ぐらい出てるから、だから、高くても6割の子は膵臓って言うんだけど、4割の子は関係ないという、それぐらいの検査なんですね。次、腎機能。予想ですね。正常ですね。それから、クリアチン 0.1 正常です。残り 1.0 ですね。だから、総コレステロール。超正常。中性脂肪も正常。脂質代謝もいい。遺伝回数のバランスもいい。これが若干高い。でね、これはですね、脱水だから、これが高い。だから、なるほど、水分をストレスしてる人たち。大丈夫、大丈夫、何、何、大丈夫、大丈夫。スープとかでもいいんですか？あ、スープでも、何のスープ？あ、ササミとか。あ、いいですね。ササミの、茹でたら、それを捨てないで、飲ませてください。そして、そして混ぜてね、いいです、いいです。大丈夫、大丈夫、大丈夫。リン、正常です。リンはね、腎臓が、まあ、結構悪くなると上がってきます。ちょっと血糖値が高いからね。まあ、平均ケースは18,000。まあ、この時多いのは、最初はね、数値した後だからね。それから、血液値は縦解きするから、正常範囲。血糖値を伸ばして、血小板。これはですね、大丈夫。頭がここに大きいのがあるね。26日だ、1月27日だね。だからこれは1月27日だから手術したら次の日だ。だから血小板も本当は上がらなきゃダメ、正常超えてこなきゃダメ。じゃあそういう面ではちょっと直す力が入っております。T4 ここすごいのがあるから、ヒアリアの検査は正常。それから、ここですね、CRP、これは高くなってます。いつもね、高くないけど。で、これは炎症マークで、切った後、これで、脂肪を増やすんでね、それで、高いと思います。
か大きいね。もうちょっと大丈夫だ、ね、そんな様子ですんで、まあそうね、転換するあれをやってたわけなんで、トクラシンか、トクラシンは3回を転換してください。最低3回、ね、あ、取れた。それからピッチャー取れたよ、さっき。あれなんですけど、キレノキシン、これは2回、白内障の目ですね。ワンクリーンは目合いの状態によって、もし目合いに出てたらちょっと洗い流すの。なんか右にこのくらいするやつは全然痛くなったんですよ、うん、そしたらいきなり刺したというところですかね、うん、でもここの塗装部分はなかなか取れないんですね。まあそんな、うん、まあ、無理に取ってないということでね、はい、まあでも消毒はじゃあ脇のところだけまだやっておいてくださいね。はい、じゃあ OK です。あ、じゃあ OK だよ。